おはようございます竹田哲也ですおはようございます水谷かなですすっげえ年寄りについて語っております、はい、今週は加山雄三さんについて語ることが多かろうというふうに思います、うんはい、あれは高校2年生3年生だったかな野田くんという同じ学年の友達がいて、はい、そいつがすごいことに12弦ギターっていうギターを買ったんですよはい それでで文化祭で歌おうっ,つってで同じ組の中牟田敏夫っていう同級生と3人で文化祭でフォークソング「はい、天使のハはんま」そういう歌を歌ったの。はい、なんか気持ちよくて、ねうん、で休みの日になると野田が「練習しないか」ってその野田んちの家の近くの公民館を借りて歌を歌うんですよ。はい えー、公民館のその廊下側の窓を開け放つと麦畑でな一面の<ー>のどかなもんよ、はい、その麦畑を見ながら野田っていうのが中見たときにこれちょっとやってみようっつって、はい、もうねあの時になんか胸の奥でこうなんつうんだろうな風が吹くというか火がゆっくり ゆっくり立ち起こってくるというかあれは忘れねえもう一面の麦畑を見ながら自分が草原に立つ若者のような気がしてなもうこの歌を夢中で歌ったんですよ香山雄三旅人よこの歌を歌いながらなんか憧れたね香山雄三に、うん、あの例の映画の若大将シリーズがスタートしておりまして その若大将はもう本当に我らモテない男の憧れの的でしたね、はい、その人に三十一回の時に声をかけられて番組で共演したりなんかして夢のようでしたよ、はい、である日のことですが香山さんに叱られたことがある、はい 30代の初めのことですがとにかくスケジュールがぎっちぎっちに詰め込まれる日々でございまして突然入るんです「明日あさって休みだい」「いや入れました」となってもうイライラしてたんですね、はい、でラジオ局この局でしたけどね、はい、文化放送でばったりレギュラーやってる若大将とすれ違うんですよね<ー>そしたら「お前顔が貧しくなったぞ」「公新丸にお前を乗っけて時間を捨てに行こう」 時間に追っかけ回されてるんで、時間を捨てるっていう。そして、甲信丸に乗って、若大将は、デッキで、鉄夜ってから、はいって言ったら、ドンチだよ。ドンチがバーっと上がるみたいに、日が沈んだと思った瞬間から、水平線から星が昇ってくるんだ。ーかー <laughs> この人は東京、統計整形、緯度軽度で遊んでるっていうね。<laughs> そう思わないなんか統計何度、ね、じゃん、はい、こっちが角でしか遊んでないじゃん新宿の丸ちゃ町の角もあと3軒目に <laughs> や気持ちっちゃいですね加山雄三は <laughs> 看板で歌ってんだろうな星空と恋の歌を <laughs> 香山雄三すっげえ年寄り明日もお付き合いのほど武田鉄矢今朝の三枚おろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。すっげえ年寄り、加山雄三について、えー、語って、えー、おります。加、はい、山さん、あのー、青春スター、まあ、アイドルの側面がありましてですね、例えば若大将シリーズ、30代の半ばぐらいまでね、ずっと大学生の役をやって、えー、らしたんですけども、彼の人生の中でキラッと光る文芸大作ありまして、そのナンバーワンがおそらく黒沢明監督の赤ひげではないか。 見たことないないいですよ、ねまあ、もしチャンスがあればはい三船敏郎がいわゆる人「人術、はい」「貧しい人々に優しいお医者江戸時江戸期のね」はい「いの山田三船敏郎がね女性の春をひさぐ場所に行って性病にかかった女たちをかっさらってくる」とヤ、うん、クザどもがこの赤ひげをバーッと取り囲む「うん、何しゃうんでその女置いてけ俺らの商売道具だ」って言うと。 この女は、私が預かるうるせえやっちまえとかやってバーッと殴ると、この三船敏郎が、その役座者の関節を外していくのよ。<う>これがすっごいのよ。<laughs> はい。ずれんな、顎が。ああ、ああって言いながら。はい。ほんで、十何人をやっつけた後振り返って、いかんこんなことをしてはいかんのだって言いながら、手当てをしていくのよ。<laughs> <laughs> をしてくれるんだお医者さんだから「はい、ここまで殴ることはないんだ!」って言いながらさそれをその青年医の加山う三がじっと眺めているというねそして「はい、医療とは何であるか」「その人」「人の心とは何であるか」と学んでいくっていうで「仁木を預かって売春だに売られた少女なのよね、うん、こう狐ねつきみたいな顔になっちゃって、うん、精神的な病なの。 それを加山雄三の若い医師が三船敏郎の赤ひげから託されて一人で治療に当たるわけ。ご飯全然食べないんでさじを持って食わせるんだけど、パーンって手で払うの。はい、あ、ごめん、泣きそう。<laughs> そうすると加山雄三が泣くの。かわいそうに。いや、その本当はいい子なのにみんなからいじめられてこんなになっちまってっていうその一言で生きてる身は心を開くんだけど、 懸命に面倒を見るがゆえに、どんどん加山雄三が痩せてゆくのよ。えその女の子の治療に当たってる時に、あまりにも心身を使いすぎるもんだから、香、うん、山雄三が痩せていくの。うん、で、その女の子が、真っ当な魂に戻った時、香山が倒れちゃう,おうそれで治療してた女の子が、ずー と面倒を見続けるっていううこの間の痩せていく加山さんってすごいよ<ー>監督黒沢ラだからね。は加、い、山さん食べる人じゃん、はい、辛かったんじゃないですかとか聞いたら、いや全然おら、オラ,ラッキーだったぜ痩せるために何をやったかっつったら、監督からもお許しが出たんで、サーフィンやってたんだって。<え>毎日サーフィンや,やるんだって。 サーフィンすっごいその時大好きだったから飯食わなくてもできたんだって「だ毎日サーフィンだよ」つってさどんどん痩せていくしもう撮影入る前サーフィンやって終わってからもサーフィンもう面白くやってったてよはあっそうですかすっげえ楽しかったなあの撮影爽快っていうさ普通だったらちょっと。 話に押し付けると思わない。あの原料ほど厳しい原料はありませんでした。役作りのために。役作りのために。僕はとかって精神性を前に出すじゃない。かやむさん違う。すっげーラッキーだった。<laughs> 撮影やってんのに、毎日できるんだぜ。サーフィンが。<laughs> この軽やかさ。<laughs> はい、そういうのがもうなんとも早や。 素敵なんだよね。かやむさんね。それから、君といつまでも歌う若大将シリーズ。かやむさんが恋人の星入子に向かって、二人よって歌うのよ。ところが映画はさ、ええ、監督からさ、かやまお前恋人に歌いかけるラブソングを今作ったっつって歌えって言われて、それで二人よって歌うのね。途中からさ、星さんが一緒に歌い出すのよね。<え>その意味が分からずに監督に、 今作った歌なんですけど、<laughs> なんで歌えるんですかって。そうですよね。なんで星さん歌えるんですかって聞いたら、うんうん、監督が、いいから黙ってやれって言われたんで <laughs> 俺は納得いかないんだよ、そういうのは。そ,そういう少年の向きになり方が。ああ、時間いっぱいになりましたね。うん、すっげえ年寄り話、明日も続けましょう。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。すっげえ年寄りでありますが、さあ本編に戻りましょう。池内治さ,さん、すごい年寄りブック。毎日新聞出版から出ております。池内さんの言葉でございます。著者は言います。 年寄りというものを70代後半から80代とこの著者は考えているようでですから今は話している話は60代の方少し来たりと来ないところがあるかと思いますけどもただあの池内さんの「体験年寄り日記」っていうのをこう読んでおりますと思い当たる言葉励まされる言葉が いくつもあります、はい、この著者池内治さんいろいろ考え方あるかもしれませんが人間ドッグにもう10年行っていないそうでありまして、はい、著者いわくでありますが607080とこう人生後半の方でありますがどっか悪くなるのは当たり前ですと、はい、私自身は血液検査はやっているもののその他の検査をすれば悪いところが出てくるそれは 当たり前のことだとだ思っています、ええ、一つ直せばまた一つ悪いところを必ず医者が見,見つけてくれる、はい、これも当たり前の理屈であんまりにも人間ドッグの結果に振り回されない方がいい、はい、この辺りはやっぱりうなずきますな、うん、悪いところ出てくるわなそら、まあそりゃそうですよなあ、ええ、よくなるってことはないもんな 悪いとこない人もいないですよ。ありがとうございます。<laughs> えここから池内さんの独断でございます。これは香山雄三さん、すっげえ年寄りの香山さんにも、ぴたりと当てはまるところでありますが、お糸は桜の老木のようなものであると。岩のような木肌になったり、枝ぶりがひん曲がったりしますと。あこ穴が開いたりもしますと。だけど、花だけは若々しくありたいと。 それが老いることの理想ではないでしょうか。で、枝の中にはもう腐り始めているものもあるし、いつ折れるか分からない頼りない枝もあると。それも生きてきたキャリアの姿なんですと。一番大事なことは、春が来れば新しい芽が出てるかどうか、新しい枝が作れるかどうかに老いの価値がかかっていると。 この方はすごいですねその新しい花新しい枝ということで老年オリンピックと称して4年に一度は自分に新しい企画を課すそうでありますはい私だからやらないといけないねあの英会話やって絵を描き始めて合気道をや,やり始めてるみたいなことを威張ってるけどもうそれも合気道も4年ですからはい また何か新しいことを企画しないと新しい枝とか新しい花が咲かせられないと最近ふっと思いますけどもう一回大学行って勉強したいとかそれからテレビ番組でまあ,あの熱心に見てるわけじゃないんだけど時々チャンネル回してる最中その番組が映ってくると見てしまう番組に。 プレバトっていうのはあるあ,、はい、あれの俳句と絵画は見るね特にあの俳句は自分でも作詞やるからだけど、うん、あの女先生は「なっちゃん」「言葉のセンスうまいな」あの先生があの添削すると、うん、全然変わったものにんですよね。あれすごいたった五七五でしょ17文字しかないんだけど。はい わずかに入れ替えるとか、女子テニオ派を切り替えるとか、それだけであんなにこう、深々とした句が生まれるという、あんなのを見ておりますと、やってみたくなりますね。はい、先人の一句でございますが、あの、小沢昭一さん、はい、俳優さんがいらっしゃいましたよね。あの、昭一的心だっていう番組やってらして、えー、もう名番組でありまして。はい あの方が作った一句で、時々ふっと口をついて出てくるメイクでありますな。まだ知りを、目で追うおいや、花風の日。<laughs> 長い花風という、ちょっとエロっぽい文学の得意な方の記念日があって、その日に置いたりといえど、まだ、 女性の尻をつい見てしまうという、はい、そのお,お老いの描き方の見事さですな、うん、それからラーメン屋さんに行くと、うん、あの芸能人のサインがいっぱい並んでるじゃん、うん、はいあん中でさ昔の落語家さんってさちょっちょっちょって絵描、えー、くじゃん、えー、うまい人いるよね、うんえー、いらっしゃいますああ ちょっちちょちょっとっていうのをね<ー>ということで無駄して終わった本日でございますが明日も続けたいと思います <laughs> 武田哲也今朝の三枚卸おはようございます武田鉄矢ですおはようございます水谷かなですさあすっげえ年寄りについての話今朝も加山さんのエピソードから話してみたいと思います加山さんと話していてなんですけども加山さんの何気ないがじんときた言葉、はい ケツヤ覚えておけよ。運命が性格を作るんじゃないぞ。性格が運命を作るんだ。はあ、これはいい言葉ですね。皆さん噛みしめましょうね。はい、運命が性格を作るんじゃない。性格が運命を作るんだっていう。う前を向いてるカヤムさん。だからどんどん明るい運命になっていく。カヤムさんはずっとこう長いことトップスター。 でありその栄光を歩いてきたそんなふうに武田が簡単に持ち上げると「何言ってんだよ徹也俺だってすっごい苦労したんだ」っていうね、はい、その,あの芸能以外で事業を手掛けてものすごい借金をしたり、えー、お金がないっていう日々だって、はい、女房には体験させて本当に女房にすまないと思ってる、まあ、そんな時なんじゃないかと信じられないだろ アメリカに逃げたことがあるんだって、週刊誌から、その手の話ばっかり書かれて暗くなって。で、その時に、その、気持ちがどん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 塞いでいくんだけど、ダメだしっかり前だけ向いよあの、向こうと思って、残りのお金で、買ったのかな借りたのかなアメリカついて、ロスで。ハーレー・ダビッドさん。免許持ってるかっこよすぎそれでもう女房に、金ないけどこれ買っちゃおう借りようとかつって、これで、 大陸を横断しようってお前と。えー、<laughs> ほうで奥さんを乗っけて <laughs> ハーレー・ダビッツンでアメリカ横断。<ー>であの街まで毛布とか食料とか燃料だけ買いに行って寝るぞっつって雇用手なんか寄ってこないように火を焚いて、はい、女房と二人で缶詰を開けたりマッシュルームを焼いたりなんかして<ー>頑張ろうななんてことを話しているうちにふっ とメロディーが頭に浮かぶんだって。<ー>それで、ギター、持って行ってたんだろうね、ギター一本だけ。あるいは途中で買ったのかもしれないけど、有りがで、ボロンと弾いて、できたのがこの歌。あのさ、借金に追われてアメリカに逃亡したスターだよ。はい、入り口のところ暗いんだけどさ、聞いてるうちにだんだん明るくなるんだよな。そう,ねね、そう思わない <laughs> はい。 そんで哲也お前言うけどすっげえ貧乏したんだぞっつって怒ってたくせにもうこの頃なんでそれでさ俺をそう一曲作って横断し終わって日本に帰ってきて「なんかねえか?」って言われたからさポロンとこれ弾いて「おした売れちゃってさ」<laughs> <laughs> この <laughs> どんなに暗い話を始めても最後は全部明るくなってうんなんかしみったれてないですよね なんか。そこがかっこいいですね。だからあこの話を女房に言うといつも言うよね。えー、そこが違うんだって。だから、あなたと、<laughs> あなたは真っ直ぐ落ちるでしょ。カルマさんって、なんか、ずり落ちながらも掴んで、<laughs> はい、それが、あの、立派な強いロープみたいなのを見つけるんだよな。ーでロープ辿っていったらケーブルカーがあったみたいなさ。<laughs> なんか、貧しくても豊かなんだよな、話が。 すっげえ年寄り。明日締めたいと思います。武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷か奈です。すっげえ年寄り。本日締めでございます。はい、池内修さんの方の話も紹介しましょうね。著者曰くでありますが、まあ俺なんかも特にそう。でも、この一文章を読んでからね、すごい気持ちが楽になった。か奈はまだ若いからピンとこないでしょ。眠り。眠り。 うん、なんかね、眠るのどんどん下手になってしまうんだよね。うん、皆さんそうおっしゃるんですよね。いやだってやっぱりね、睡眠家にはあんなにお年寄りの方並んでらっしゃいますから。ところがね、この池内さんはっきりおっしゃってるんだな。あの少年の頃の眠りが戻ってくるわけがねえっていう。うあれは一生に一回のところだと。ぐっすり朝まで一度も起きずになんて、そんな方はもうないんだと。 眠って2時間ぐらい経ってまた起きて、なかなか眠れない。不服を言うなと。夜寝から朝寝、昼寝から夕方寝まで、いろんな時眠って、全部合わせて大体1日6時間眠れや立派な生命活動だと。うそういうのはやっぱりはっとしますよね。はい、うん。カナがかっこよいすぎるって、カヤムさんの話を。ええ、かっこいいんですよ。 かやむさん、話してくれたな。大型のクルーザーを手に入れて、<ー>太平洋を横断したいんだって<ー>で。その船には必ず女房を乗っけて、<ー>人生を祝いたいと二人で。で、サンフランシスコに入って行って、カンパ板ンにジャグジーを引いて、二、うん、人でジャグジーに使ってシャンパンで乾杯したい。<ゃ> <laughs> かっこいい <laughs> すいません、貧乏な方。 もう語る夢が豪華絢爛なんだよね。<laughs> はい、確かにあの、格好良すぎる若大将なんですが、でもやっぱりそんな人を目指そう。はい。なんかあの、枯れてゆくことにあまりこう力点を置かず、豪華絢爛、そんな加山さんの追い方っていうのは一種理想ではないかなと。このあたりで加山さんのその、 豪華さを語りつつ番組を落とそうかなと思っていた矢先のことでございます。か山さんにお会いしたのは3月の25日、わずか6日後の4月1日。はい、1> なんとその豪華、県伝たル若大将の香辛丸が船火事を起こしたという、ショックなニュースでしてね、ちょうど沖縄に行かれてて、 今度は私の代わりに一曲目は南にこうせつに歌わせて、中到から加山さんが入ってくるという、あのパターンのコンサートをおやりの最中に、打ち上げの席で、更新マから失火、ただいま炎上中という知らせが入るんですね。で、次の日に加山さんの姿がワイドショーでもう加山さん落ち込んでて、かわいそうでかわいそうで。さすがにそうですよ。ただ、やっぱ やっぱりこの人の気遣い、よかったよね。まず、この方は警察と消防署の関係者の方に、鎮火に当たってくださりありがとうございますって深々と頭下げたんだぜ。それで、はい、辛いですっていう。かやむさんね、ずっとね、両手を合わしてあるの。あの、甲新丸には思い出が多いんですよって。はい だから、あの、いつの間にか、両の手のひらが合唱の形になって、甲子丸の冥福を祈っておられるという若大将の姿を見て、切なくなったんでありますけども。はい、でも、昨日もお話した通り、この方は、絶望の話の入り口から、明るい豪華絢爛たるエピソードを生み出す達人でございますんで。はい さあ、それでは行きますか。その、甲信丸の冥福を祈りつつ、えー、日本中の誰よりも、そう、若大将、加山雄三さんにお送りしたいと思います。甲信丸。というわけでございまして、うなばらを走り過ぎていく甲信丸のその先鋭が見えたような、来週は何ですか、かなさん。あ、来週スペシャルウィークです。そうなんです。もっと面白いネタを用意してご祈願を伺えたいというふうに思いますですね。 細かい命令がかなさんから色々あるんでございますね。来週大丈夫なんですかいい話ここで使っちゃってとかって言うんですよ。うちの更新丸は。この続きまた来週のまな板の上で。